単元 3-2 形式を整えよう。オートフォーマットと挨拶文。オートフォーマットと挨拶文についてご説明します。オートフォーマットとは自動オートで文書の形式を整えてくれるフォーマット機能です。気がき。まず、きと入力します。次に、エンターキーを押します。すると、自動できが中央揃えになり、空白行とともに、以上が右揃えで入力されます。統語と結語。まず、背景と入力します。次に、エンターキーを押します。すると、自動で背景に対応する結語、敬具が空白行とともに右揃えで入力されます。他に、近景と近白。前略と早々などの組み合わせがあります。挨拶文。ワードには、公の文書、ビジネス文書などに必要な、季節の挨拶、安否、感謝の挨拶文が入っています。まず、挿入タブのテキストグループにある、挨拶文のボタンをクリックし、挨拶文の挿入をクリックします。季節、安否、感謝の挨拶文が表示されます。それぞれの候補の中から順番に選びます。最後に OK をクリックすれば、挨拶文が完成します。PTA 講演会のお知らせの文章を例を参考に、すべて入力しましょう。次のページで PTA 講演会のお知らせという名前をつけて保存します。PTA 講演会のお知らせという名前をつけて保存しましょう。まず、ファイルタブをクリックし、名前をつけて保存、参照の順にクリックします。次に、ドキュメントフォルダの中に保存しましょう。詳しい保存方法は、単元1で確認しましょう。体裁を整える。書式の復習。PTA 講演会のお知らせの文章を文字書式と段落書式の設定で見栄えよくしましょう。日付と発行者の右揃え。まず、日付と発行者の2行を範囲選択します。次に、ホームタブの段落グループにある右揃えボタンをクリックします。2行が右揃えになりました。タイトル行のフォントを変更する。まず、タイトルの PTA 講演会のお知らせの行を範囲選択します。ホームタブのフォントグループにあるフォント下向き三角ボタンをクリックし、好きな書体を選びます。タイトル行の書体が変更されました。タイトルに文字の効果をつける。まず、タイトルの PTA 講演会のお知らせの行を範囲選択します。次に、ホームタブのフォントグループにある文字の効果ボタンをクリックし、好きなデザインを選びます。タイトルに文字の効果がつきました。本文の書体を変更する。まず、寒かった冬もから以上までをすべて範囲選択します。次に、ホームタブのフォントグループにあるフォント下向き三角ボタンをクリックし、好きな書体を選びます。必要に応じて名前をつけて保存しましょう。参考例をご覧になってください。